この稲葉が帰ってきたプロレスリングの輪に、そしてあっという間にシングル対決となりましたね、清宮と。そうですね、まず7月の23日に帰ってきて、はい、いきなりチャンスですよね。まあ、去年の7月にニューホープで、まあ、無観客ですけども戦って、はい、まあ、2人でね、はい、気持ちを確かめ合って、まあ、タッグ結成という流れがありまして、はい、まあ、2人で業界に風穴を開けていこうと、ね、いう言葉もありましたし、じゃあその1年間何が変わったのかっていうのを確かめられる戦いでもありますよね。グラウンドの攻防へ、そしてさらにヘッドロック、シザースで稲葉が返す、こうしたところで確かめ合ってもいるんでしょうね。そうですね、やはりもう今は、まあ、あの頃は2人はね、はい、初シングルで、まあ、エースの清宮選手に他団体からただ、まあ、フリーとして参戦した稲葉選手が1対1で挑むというシチュエーションでしたけども、今はノアの正規軍者同士ですからね。そうですね、そういう中でお互いが確かめ合って正規軍として、はい、この群雄割拠のノアの中で上を目指そうぜという戦いですよね。まあ、今回前回と様式が違うのは、前回は対戦があって組みました。そして今回復活した稲葉、今回は組んでからこの対戦、ね、逆になってるんですよね、としての立ち位置ですからね。うん、その心境といえば、共に力を合わせて、清宮は苦しみましたよね。そうですね、あの7月からなかなかね、あの結果は出す、ギリギリね、あの準優勝、 N1 準優勝とか GC タッグ挑戦とかギリギリのところまで行くんですけども、なかなか出し切れない、つかみきれない中での、まあ、GC タッグ王座体感、まさに北宮選手ですね、タッグでようやく暗いねトンネルから一筋の光を見出した、はい、そしてその横に立った稲葉、はい、やっぱりこのね正規軍の流れをねいいものにするためにも、この一戦というのは非常に重要ですよね。そうですね、確かに北宮の兄貴も帰ってきてくれた。そして 8.1 広島では小峠選手とのタッグで武田、野沢組との対戦。そうなんですよね、野沢にはやられましたからね、あの5月の横浜で血だるまにされましたからね。しかも、まあ、グレート武田の化身である、はい、あの代理人である武藤選手にはね、やはりシングルで2連敗、はい、しかも GSC タイトルをかけて一戦は戦っていますし、はい、清宮選手にとっては過去の自分からどれだけ変われたのかっていう戦いですよね、はい。その過去を払拭するという夏になるわけです。清宮、本当に稲葉選手が帰ってきて嬉しいというふうに話しているんですよね。そうですね、やはり正規軍をね引っ張っていくっていう存在でありますからね、清宮選手は。そこにね同じ志、あの去年誓い合った稲葉選手が戻ってくる、そして兄貴分の正木民也選手がね隣にいてくれるっていうのはね、はい、清宮選手非常に自分のね力を出せるシチュエーションが揃ってきましたよね、はい。まあ、足場固めとでも言うんでしょうかね。そうですね、できてきたなという気がします。これまでいろんなものを背負って戦ってきましたけども、これでねいろんなものをね託せる相手ができましたから ね、 あ、そうですね、やっぱり北宮選手に気持ち、あのね、やっぱり引っ張っていってもらうっていうのも重要ですし、はい、稲葉選手が隣でね、同じ志を持って戦ってくれるっていうのもね、やっぱり一人じゃないんだっていうね、はい、同じ気持ちで戦っていけるっていうのはね、そうですね、非常に心強いですよね。ですからもうそのプロレスリングノアだったり、このマット界全体を背負うというふうに期待も随分長い間かけられてはきたんですけれども、そうです、ね、まずは一度近くを足元を見て、そうですね、ですね、そこですよね。やっぱり背負いすぎてた期待をかけられるのが当たり前すぎて、やはり試合に集中できなかったっていう部分もあるんで、そのシチュエーションの中でやはり稲葉選手が戻ってきてくれた、はい、そして兄貴がいてくれるっていうのは、本当にね清宮選手が力をねストレートにリングに注げるというね、状況になってきましたよね。まず目の前の戦い一つ一つクリアしていこうという土壌が出来上がっています。そうなんですね、やはり、6月のオーバー戦もそうですし、7月の GAC タッグ、この2戦は清宮選手の、ね、光が見えた試合なんですけども、はい、やっぱりその2戦の共通しているところはやっぱりリング上に清宮選手集中してるんですよね。やっぱり周りの雑念とか
じゃなくて、はい、もうリング上の戦い目の前の相手に集中して戦いに入ってがむしゃらにね追い求めてたという部分なんですよね。確かにそういう意味だとこの稲葉選手との試合っていうのもがむしゃらにね、はい、稲葉選手をこう体感できるっていうね部分ではまた光がね一つ大きくなる試合かもしれないですよね。これは格好の一戦となりました清宮海斗。そしてその清宮の熱い熱い思いに稲葉が応えなければいけませんね。そうですね、もちろん勝敗もそうなんですけども、はい、気持ちの部分ですよね、稲葉選手といえば気持ち、その気持ちをね清宮選手にぶつけてこの自身が不在だった5ヶ月間のね、はい、ためというのをね一気に爆発させたいですよね。その空白の5ヶ月清宮の気持ちに応えるべくというシングルマッチ直接対決。まあ、先ほどから片足これ左足に対する攻撃長いですね。そうですね、徐々にやはり清宮選手はね一点集中というのは自分の得意とするところなので、はい、稲葉選手もね左足をしっかりと攻めていきますよね。うん、改めてなんですが稲葉選手、はい、体に厚みが増しました。そうですね、なんかあの6キロぐらい増えたって言ってましたね。あ、そうですか。まあ、増えたというか増やしたですね。やはり変化を作るために自分でこう増量に励んだとね。はい、でもまた片足攻めは2クラッシャーとなるか。ヘッドロックところでパワーが増した分だけヘッドロックの力で相手に投げさせなかったですよね。こういうところから一つ一つ変化が出てきますよね。しかも大事なところ。そうですね、7.23 のまあ復帰戦でもソヤ選手を軽々とブレンバスターで、ね、持ち上げてましたし、まあ、試合前に聞いたやっぱブレンバスターの力の入り具合とかね、ソヤ選手をあれだけ投げられたということはやっぱ手応えをね稲葉選手感じてましたよね。あそこですか、今まさにそれ出しましたもんね。そうですね、やっぱ今のこうグッと持ち上げる力とかやっぱり以前と全然違いますよね。確かに時間増して肘もそうですね、ゴツゴツと、うわヘッドバット4、ここは変わらないですね、暑さはですね。清宮選手の暑さ、その熱に負けないんだというのが稲葉キャノンボールいいぞというのぶとい声、このマット上に帰ってきました。ホールの体勢、まだ清宮返します。そして一気に稲葉、今は下かもしれないけれどここから上を望むのみと語っています。確かに曽谷選手にはこの間ホールは取られましたからね。そうですね、ただやはりね相手にあんだけ強い曽谷というねレッスルワン時代からの先輩がいますし、まあ清宮選手というねあの志が同じ選手もいますし、はい、まあ、混合には中島選手というねトラウマ級の相手、そうですね、レッスルワン時代にトラウマを植え付けられた選手もいますし、さあここはブーメランフォアーム、さまざまなテーマがこのノアに、ね、転がってるんですよね。そのきっかけを掴んでいけば稲葉選手も、ね、トップ選手にしっかりと絡める実力があるんで、はい、そのなんとかそのきっかけを掴みたいですよね。となると稲葉選手も目の前の一つ一つクリアですね。そうですね、そういう意味ではこの GSC タッグ王者となった清宮選手とのシングルは大事ですよね。だから負けられないとこのミサイルキック、清宮、いや上にこうホールの体勢になっているところをグッと押さえつけるところがあるんですね。そうですね、気持ちですよね。おー、リバース DDT、 腕を巻き込むようにしながら叩きつけていきます。清宮がスピードアップしてきたんじゃないですか。そうですね、あの稲葉選手 の、 あのコーナーのエルボーですよね、あの熱いエルボーを食らって頭突きを食らって熱さが清宮選手映ってますね。まあそれでこそこの2人と言えるかもしれません。そうですね、やっぱこういうがむしゃらさというかね、はい、若者ならではの戦いっていうのはね、はい、清宮選手飢えてるところですからね。あ、そしてペガスプレックスの体勢、これは2人とも得意な技ですよね。そうですね、去年の一騎打ちでも2人とも決めましたよね。うわ肘、このエルボーひときわ思いを込めているような稲葉大輝です。 いいですね、この気持ちですよね。もうはい、返す、打ち合って、その先の展開、やはりあくまでエルボー、いやいやヘッドバット、危ない位置、ダロップキック、これも危険な、顔面にピンポイント、清宮、さあここはショルダーで飛び込んでくる、
ショルダーアタック、フライングショルダーアタックは稲葉が見せてきますが、ちょっと首のあたりを抑えています。稲葉選手がこう気持ちのエルボーでいったら清宮選手も返してきて、そしてドロップキックですからね、まあ、ある意味打てば響くという意味では来た来たっていう感じもありますし、ただやはりダメージはね体に残りますからね、こうやって立てなくなる場面ももちろん生まれますよね。まあ、それだけ意地を張り合って打ち合ってきました。こういうふうに目の前に意地を張り合える関係であるね、ライバルがいるっていうのは非常にねいいことですよ。その関係を確かめる円錐切りから旋回して前方にバックドロップではなく旋回式でそうですね、火の玉ボンみたいな感じになりましたよね、はい、まあ、これも稲葉選手の得意技の一つですね、はい、心そのまま火の玉発射、そしてちょっと顎が上がったような清宮ですが膝、ここもあーこれがあったなという技。そうですね、あのカウンターというかね走り込んでのドロップキックっていう選択肢もある中で、最近ねこの清宮選手この自分から走り込んでるのジャンピングニーやねネックブリカーっていうのを武器にしてますよね。白いヘッドバット後頭部できましたね。やはりタイガーだけは食らっちゃいけないというのはお互いの共通認識ですね。お互い得意の技だからこそ、そして走るドラリアット、相手を倒し込んで通しそのままでというのが稲葉式、勢いで持っていくのが今までだとしたら今回はパワーで強引に持ってきましたね。まあ体がそのまま武器になっているというのはよくわかります。ウェイトアップ、筋肉量をアップして抱えて、おお、これ旋回して後方へ。そうですね、フラップジャックみたいな感じで最後は叩きつけましたね。そうですね、結果顔面上半身への痛み与えていきます。ただこれまでと違う稲葉大輝っていうのを見せようっていうね、はい、心の表れがあの技になったかもしれないですね。様々に試みていますし、まあ、これトレーニングしてきたんでしょうね。そうですね、やはり体の張り違いますからね、そしてさらに投げの体勢となったんですが、ジャーマンスープレックス、一発反撃ののろし、今トリプル D 狙いでしたね、ですがですが、もう一発、今度はジャーマンスープレックスホールド、返した返した稲葉、非常に厳しい角度でいきましたね、今タイガースープレックスではなくジャーマン2発でトリプル D に行けなかった稲葉、引っ張った、それでもタイガースープレックスホールド、天下の宝刀輝く、勝ったのは清宮海斗、熱のこもる一戦でした。あのジャーマンが急角度でしたからね、あれをよく返したんですけども、さすがに直後のね、はい、タイガーは返せなかったですね。3連打ということになりましたからね。そうですね、ちょっとあそこで切り返して次の展開に持ち込みたかった稲葉選手ですけどもね、そこを許さずに、はい、まあ、清宮選手が畳みかけたという、まあ、試合の勘ですよね。まあ、そこに関してはずっと戦い続けてきたのがこの清宮。そうですね、やはり5ヶ月不在だった稲葉選手とそこ差が出ましたよね、やっぱ勝敗の見極めターニングポイントっていうのはね、しっかり清宮選手がここだっていう時にしっかり3連打できましたね、さあそして現在は GHC タッグチャンピオンチームの一角でもありますから勲章が返ってきました。今何か言葉交わしています。爽やか、清々しい気分ですよね。はい、全くこの2人ならではですよね、稲葉もあのトリプル D があればという攻防はありました。そうですね、やはりあそこで、まあ、トリプル D が決まっていれば稲葉選手なんですけども、やはりその早仕掛けという部分が当たって切り返されてしまった、はい、やっぱその勝負のねかけるポイントっていうのは清宮選手のタイガーが勝ってましたね、いや戦うことで男たちはまたさらに分かり合うでしょう。勝者の花道、大きな背中は清宮海斗。今一番しびれる、憧れる、かっこいい戦い、プロレスリングノア、月額900円、レッスルユニバースで戦いの全てが見放題。最先端をひた走る迫力の映像と人間参加と呼ぶべき未曾有のドラマ、
そして鍛え上げられた肉体と技で織りなすスターたちのきらめき。今一番かっこいいプロレスを見逃すな。レッスルユニバース。